タンタタンタタン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 。ポイン。おはようございます。ゴロウが混ざってるかなって思ったけど。とにかく大変な騒ぎだよ。え？どうしたの？どうしたの？誰かが子熊を檻から逃がしたんだって。誰？簡単に開けられるようになってたんだわ。あら。誰が子熊を逃がしたのは？誰？そう思ったけど、よく考えたら。犯人は自分だった。僕だった、そういえば。大変なことになった。くる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 。パフパフ。じゃあ、いただきまーす。いただきまーす。いただきまーす。悪いんですか？逃がして。ごちそうさまでした。開き直りおじさん。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。逃がしてまずかったかなー。よくない？よくない？クグマは人を襲わないんでしょ。いいじゃん。ゴロどこに行っちゃったんだろう。ニワトリ食べちゃうとかだったら本当にまずいんだけど。じゃあ、ニワトリ出さないとおくか。今ゴロお腹を空かして泣いてるわ。あ、緑ちゃん、今日はお手伝い。ねえ、めっちゃ聞くやん。牛が好きだったかどうか。めっちゃ聞くやん。ツバメたちや。まあ、さすがに今日は大丈夫か。でかくなったかな？でかくなっていってるのかな実際。あー、違う。覗きじゃなくて。今日もね、最近自分で飲んでないな。やはりこの時期は牛乳を飲むべきではなかろうか。これをスペシャル牛牛号にあげればいいんだ。こういう成長期の時期に牛乳を飲むといい派と、牛乳を飲むと骨が太くなってあんまり背が伸びなくなる派、いますよね。まあだから、ミロを飲めばいいんじゃないかと思います。それが、セノビック。いやー、便利なもんがあるもんだよね。セノビック、私飲んでみたかったなー。多分、セノビックを CM してる時らへんって私がバレー部だったから、やっぱちょっと身長欲しい。今も身長欲しいもん。今160いかないぐらいだけど。あ、3連続いけんだ、花子。今そうね、160いかないぐらいで。でも、なんか私の好きな服装が身長高い方が様になるというか、いいなと思うので、身長もっと欲しかった。そういうミトコンです。172センチぐらいあってもよかった。172センチあったらなぁ、超よかったよなぁ。よしよしご。よしよしご。ほら、おいで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 おめえ。めえ、つってね。おばちゃん。おばちゃんはここで眺めているの。牛をね。僕くんが育ててるスペシャル牛牛号は元気かな？いや、元気そうだよ。めっちゃ早足だし。動物の赤ちゃんと初めて見たんだ。あ、本当に？ここに来ていっぱい見てるね。生まれてからしばらくの間、お母さんが出すおっぱいの中に子供が病気にかからないようにするための免疫成分ってものが入ってるのよ。そうだね。だからしばらくの間、お母さん牛のおっぱいは出荷しないで赤ちゃん専用にしてるんだわ。あのタルクって。でも僕そんなのあげてないよ。大丈夫よ。ちゃんとおじちゃんとおばちゃんあげて。あ、そうですよね。僕くんだけに任せると。そうですもんね。寝ちゃうかもしれないしよや。ですよね。任せっきりなわけなかった。ボク君、今日の晩ご飯は何でしょう。今日の晩ご飯。羊のお肉を使います。王様の？やばい、王様が食べられる。ジンギスカン。当たるか外れるかわかんないけど、楽しみにして待っててね。近所の子供が。ならー。さあ、今日はどうしよっかなー、つったらー。ゴロウのおりんところに一回行ってみるか。もしかしたら、いるかもしれん。ていうかさ、あれじゃん。あ、まず虫相撲行こう。あれじゃん。
みんな学校始まっちゃったらさ、僕学校入っていいのかな？どう思う王様？僕学校入っていいと思う。みんな。あれってか、みちちゃんはそうじゃん。一人ぼっちになっちゃうね。こんにちは。みちちゃんと二人ぼっちだね。今日は合唱会の練習か。夏休みも終わるんだってね。なあ、僕ちゃん。別に。別に。え、じゃあ虫相撲できないじゃん。ってことじゃない？学校に行ってるんだから。夕方以降になっちゃうってことかな。虫相撲やんのかい？それは僕のルーティーンが崩れてしまうよ。わやにしてやるぜ。わやわや。今日は緑ちゃんがいないから呼んでこなくちゃ。来るよ。彼女はきっと。来たよ。ひなたんも混ざりな。楽しいぞ、ね。キング出して。持ってないんだわ。あ、僕持ってない。キング出して。チェンジするべ。俺持ってない。なあ、なんで。持っといてくれよ。じゃあ今日はいいや。なんかあれなのかな、その学校が始まった後とか、フラグがあるのかもね。まああれだな。うん。カブトムシに勝ったタイミングも早いかったっちゃ早いかったよね。ヒメオクワガタでぴょんぴょんってしたら死んだし。あれは、なんか勝てるやつを探してきて、こう、やった、勝ったよ、みたいな、ことに、するべきだった。すべき、だったね。ああ、ゴロのとこ先に行こうと思ったんだった。僕のルーチンが。ルーチンだね。まあ、いっか。でも、どんぐり、ああ、どうしよう。一回崩れてしまうと、どうしたらいいかわからないよ、僕は。あ、ゴキブリだ。やったね。ゴキブリくっついてる。やだ、これ。絶対出さない、見せ相撲に。キモい。何もいないよ。キモいから出さないの。そしたら、おばあちゃんち行くか。修羅場を見に来てるのにさ、僕は。僕はね、修羅場が見たくておばあちゃんのところに通ってんだよ。ここ何もいないんだけど、そして。なんだい。なんだいなんだい。うんとかしょー、どっこいしょー、よいしょよいしょよいしょー。来たよー。来たよー。そういえばこっちから船に乗って戻るってできんのかな？やったことないけど。聞いたよ。おばあちゃんって、ここにお嫁さんに来たの？ねえ。そうだよ。そうだよね。添い遂げたうちのじいさんとは、あの時まだ3回しか会ったことがなかったのに、あら、遠くから嫁に来たんだよ。そうだよね、ま。昔はそんなもんさ。そうか。でもそうやって結婚相手がちょっと決まってるのってちょっと羨ましいですよね。今時の恋愛とか結婚とか難しすぎてさ。そういえば子熊が逃げたって本当か？そうだよ。そうなんだ。そうなんだ。子熊といえども山の中で出会ったらやっぱりびっくりするよね。するよね。何の話？コナミ感。びっくりするよね。かっこコナミ。札幌でも山が近いところだと、未だに熊が出ることがあるんだ。だけど先に住んでたのは熊の方なんだけどね。そうだよ。なんちゃがたぬき合戦ポンポコ的な話だよな。そうね、札幌そういえば行ったことあるな。空港。確かに栄えてたもんね。まあ今ほどじゃないけど、今ほどじゃないと思うけど、この時期は。手前に飛んでるな、レアな蝶々が。でかい魚。ナイス。レアな虫。探してます。アメリカザリガニも、アメリカじゃない。探してます。じゃあ、船頭さん、いるかな？船頭さーん！うわー！まあ、そうなりますよね。
そうなると思った。確かに泳いで帰れるし。船頭さんに話しかけてみるか。最近話してなかったじゃん。そういえばおじさん、昨日長年使ってたラジオ、この船の真下に落としちゃったんだ。え、マジか。拾ってこようか。拾ってこようか。いやいや、いいよ。どうせ中に水が入って使い物になんねえだろうし。あらあら。さてと、船に乗って向こうに。こんなことあるんだ。じゃあ、もう渡んないから。いつでも行ってちょうだいや。渡んないからなかなか話しかけなかったけど。そうかそうか。船頭さんにもちゃんと日常の会話あるもんね。ラジオ？なんで、でもラジオなぁ。水に使ったラジオ拾っても、あ、落ちてる落ちてる。これ？あ、登っちゃう登っちゃう。やめてーもう一回入るぞ。なんだろうなぁ。じゃ反対側からじゃないと登っちゃう。直すイベントがあるのでは？あった。ラジオ。あれ？あ、拾えた拾えた。おお！ちょ、着いたよ。おおおお。え？なにこれは。鳴らしといた方がいいのかな？あ。あ、これ好き、これ。私これ好きよ。いいじゃん。船頭さん。え、何あれ？何回も、つけたり消したりを繰り返したら、何かあるのやもしれん。あ、っていうか、このラジオが引き金となって、ここの水が引いてるとか。ここ気になるんだけどなぁ。何か見える気がするんだよ。向こうに。見えないものを見ようとしたいんだよ、僕はよ。なんかこれ、ニューじゃないか。あのラジオ何なんだろう。ちょっと気になるけど。なんもないならいいけど。じゃあ、ゴロンとこ行って、チャチャンところ行って、だな。自然と触れ合ってるな、僕くんは。自然と遊ぼうだな。実写版。え？あ、びっくりした。もうと思った。おじちゃん。おじちゃんは、逃げた子グマを探してるのか。うん。早く見つけないといけないからね。おじちゃん、いいよ。気にすんなって。何しても、一体どこへ行ったんだろう。え？どっかに行けば五郎に会えるのか？もしや。ここから行けそうなところ？どこにいんのかなぁ。くまなく、あ、お坊さんいるし、探した方がいいんかなぁ。どうしたの？おばさんどうしたの？はぁ、困った困った。困った。子グマが逃げちゃったから困ってるの？いやいや、子グマが勝手に逃げたのではなく、誰かが逃がしたんだよ。え、そんなことないよ。困った困った。困ったね。一体誰が逃がしたというんでしょう。なんで誰かが逃がしたってわかったの？俺は中から開けられないはずだからね。へえ。わかんないよ。ゴロウがよいしょって手を伸ばしたかもしんないじゃん。話しかけてるうちに知能が備わったんです、五郎には。おばさんやります、僕。ほら！やばい、今難聴になってるせいで全然鐘の音聞こえなかった、私。全然大丈夫って思ってやってたら、やっぱり低い音聞こえなくなってるな。ミトコンは、低音障害型感音難聴というものになっています、今。でもこうやってゲーム実況を撮って癒されてるとストレスが半減されていきますよね。やったね。ゴキブリじゃん。ゴキブリしかいね。でもまだ2匹目か、あのコギカミキリ。意外とレアなのか。
よし、草すっぴりー。今日は、タイムアタックしてみるか。ほらー、ズザザザザザザザ。ザーッ、ザーン。マリオカート。マリオカートみたい。うわー、危ない。トップスピードで、トップスピードであのトラクターにぶつかれんな。じゃあ、あそこの上、ここ真ん中で、左に一個あって、もうちょっと右にも一個ありそうだな、そういうの。ギャー、いて。三つぐらいはありそうだもんね。うわぁ。今の見られただろうな、みどりちゃんに。そしたら、ちゃちゃね。今日はもう俳句いいや。振るわない、今日は。何も思いつかないことにしておこう。何も思いつかないということにした。ちゃちゃ、遊びに来たよ。聞いたよ。どんぐりあるよ。もうどんぐりなくても、来てくれそうじゃないでも。すぐにどこかへしまい込んだ。ねえ、来てくれるよね。ちゃちゃ。来い。うわぁ。チャチャって結構可愛いよね。もうモンガなんじゃないの？チャチャ。仲良くなったんだけどなぁ。めぐみさん褒めてくれないかなぁ。はるみちゃん、今日も暑いね。今日も暑いトーク？暑いなぁ。あ、そういえば私さ、最近仕事してて、仕事中ってすごい暑いんだけど、私全然汗かかなくて、その、膝の裏とか汗かくって言ったけど、水滴にならないんだよね、私。汗かいても。でも最近ね、私胸がないんだけど、胸がないのに、その、なんだ、谷間のところが、水滴になるぐらい汗かいてて、わ、何もないのに。何もないのに。わー、おじちゃん。クソ、会えなかった。汗かくんだなーと思いました。ねえ、みどりちゃん。うまいよ。うまくなってるねー。お、なにこれ、ジンギスカンって、あ、そっか、ジンギスカンって言ってた。さーて、なんでだろうね。義経が内地から北海道まで逃げてきて、その大陸に渡ってジンギスカンになったという話があるけど、やっぱ義経って北海道来てるんだ。義経が食べられちゃったってこと、有名なんだ。いやいや、ジンギスカンは羊のお肉、うんうん、義経は大昔の偉いお侍さんだよ。アイヌの間では義経は英雄の一人さ。そうなんだ。神様扱いで義経を祀った神社まであるんだわ。へえ、そうなんだ。北海道ってなんか、ね、あんまりお侍さん関係してなさそうなイメージがある。いただきます。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。みどり、さっきタンスから水着出してたけど、何すんのさ。もう盆も過ぎて水が冷たいし、泳ぐの？まさか川に泳ぎに行くなんてことはないだろう。どこ行くの、みどりちゃん。あんまし危ないことするんじゃないよ。え、明日水泳大会、はいはい、明日水泳大会あるで、これ。勝っちゃおっかな、そしたらまたみんなに。なんでだろう。泳ぎたくなったのかな。あ、いない。よし、成し遂げた。成し遂げたことを教えてもらえる。てか、夜、はるみちゃんどこにいるのか知りたいのよね。どこで寝てるかわかるんじゃない、これで。あー、暗い。久しぶりにここ通ったね。なんでだろうなー。クマが出るから、クマが出るから帰っちゃったんか。夜に五郎の檻行ったらいたりするかなー。しかし、お、あ、なんだっけ、その胸のキャラクター、 T シャツのキャラクター、リボンなんちゃらじゃない。ジュース、何してんの、何見てんの。じゃあ高校卒業したら本当にガラスやるつもりなんだ。へえ、はい、決めました。いいね。珍しいね、今時職人になろうなんて。
あらあら、親戚だから居候させてあげたけどさ。うんうん、ごめんなさい。急に職人になるなんて言い出したら、私があんたの親に怒られちゃうかもしんないね。え、あ、じゃあ一緒に怒られてください。かわいい、ゆり今のなんかすごいゆりっぽかった動揺してしまった。ああ、動揺の場面変更。そうか、職人になるのか。そっか、なんか5年くらい前の自分を見るような感じだわ。10年くらい前では。こら、こら怖い、怒るよ。成し遂げた、僕成し遂げた。あれ、そうか、職人になるのか。はるみちゃんがいる間成し遂げられない何、おい寝ろはるみマジか。まあでもまとめてもらえるなら別にいいんですけどそっかそっか、そうなんだ。まあじゃあ夏休みの終わり際、はるみちゃん、あ、そっか、はるみちゃんも高校もそろそろあれでしょ、夏休み終わるんだ。北海道だもんね、はるみちゃんは。あー、そろそろ帰るから将来の話を今してたのね。ピロシキ、今日のピロシキね、明日泳ぎに行くの、みどりちゃん。んー、まずいな。まだ消えない。ピロシキの眉毛なかなか消えないっしょまだ消えないか。例えば久しぶりにじいちゃんたち縁側にいるかな。もしかして探しに行ってる。ゴロウ、今日は夜更かしチャレンジしようかしら。おばちゃん、やっぱりもうちょっと経営規模を大きくしないと。やっぱり無理があるな。どういうこと。おじちゃんにね、もう少し大きくしましょうって言わなきゃなってこと。乳牛が5頭ですけど、大人の牛はあれ以上大きくならないと思うよ。もっとね、買えるようにしたらいいんじゃない。ニワトリも育てようよ。今日の晩御飯はスタミナいっぱい。ジンギスカンね、野菜ももりもり食べられちゃうような。美味しいよね、ジンギスカン。卵スープとさっぱり酸っぱい叩き梅球を添えました。うまそう。大正解でした。うめそう。羊の肉食いて。メリノ行こうぜ、メリノメリノって羊だっけ。いる？あ、いないんだ。ん？あっちにいる。あれ？今ここにおじちゃんいる。あれじゃ、おじいちゃん部屋かも。おじいちゃん。それにしてもあの子グマ一体どこへ行ったんだろう。さあねー。ねえおじちゃん、僕。僕。うっかり大切な秘密を言ってしまいそうになった。言ってもええんちゃうか。まあねー、でも言ったところで。怒られるだけだし。なんでもないよ。なんでもないよ。クマをどっかにかくまってるとかだったらね、あれかもしんないけど、言ったところで何も解決しないのであれば、言う必要なんてないのではないか。僕はそう思った。僕はそう思った。うんうん。あれ、おじいちゃんどこにいるのかな。下行ってみる？まだちょっと時間あるし。お風呂か？じいちゃん。あれ？じいちゃん。あ、じいちゃんいた。玄関。何してんの？何してんの？じいちゃん？なあ、僕ちゃん。子グマはこのまま逃げられると思うかい？逃げられると思うか。ゴロウなら逃げられるよ。あいつは賢い子だ。一度でも人間から餌をもらったクマは、あ、そういうことか。また人里に出てくる可能性があんのさ。そうか。ちゃんと言っとくべきだった、ゴロウに。そんな、達者で暮らせよーって、ラスカルみたいに。あれ、眠くなっちゃった。嘘、そんなに立ってないと思ってた。おやすみなさいしよ。はーい。おばちゃん。おやすみなさーい。
そっか、ゴロウ。大丈夫かな。絵に生き描いて寝るか。あ今日は何にもない特別に素晴らしい日だったな。吹きの葉帽子。吹きの葉なんて触ったことねえだろ、こっちに来てから。いや、とうとう出てしまった。まあ、いろいろあったけどね。全部ゴロウを逃がした後の、あれだったしな。まあまあ、こんな日があってもいいよ。